トムロフトのレース場と飼育日誌。ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。11月1日火曜日の朝です。今日の空模様です。今日は雲に覆われた朝になっています。ただ雲もまだ雨雲というよりは少し高いところの雲のような気がします。 風はありません。曇った関係で今日の朝は冷え込みは少し弱くなってます。鳩さん、おはようございます。今日の棚の上の1話を2話になりましたね。これはつがいの跡です。この間この鳩の子供が200キロで3位になりました。子出しのいい配合になるのかもしれないですね。失踪しないで。 春レース飛び切ってほしいなと思います出車口を開けて車外開始します今日は外が暗いのであとはなかなか出ていかないんでしょうね追い出しが大変です予想通り今日の追い出しは大変でした15話ぐらい全然出ていかないんですよね急車の中で落としても出ていかないしもう。 あちこちこう！手で出てけ出て行けと追い出し作業を行って、さらに足で下にいる鳩を上に上げたりして、まあ大変でした。外に出てからも外の出社口の外に止まっていて飛び上がらないんですよね。黒旗で思いっきり追い出してあげました。今やっとそれで飛び上がって旋回を始めてます。 飛び上がってからはいつも通り、っていうか最近行ってる小金井公園の方ですね。小金井公園の上の方をぐるぐると旋回しています。今日はどのくらい飛んでくれるのかな、毛金は出るのかななんて思いながら鳩を眺めてます。6時45分頃になり、鳩が駐車の周りをぐるぐるこう旋回始めました。 そろそろクルハタで追い出そうかなと思って今試案中ですまだ勢いがあるかなもう少し自力で飛んでくれるかななんて思いながら鳩を眺めてますうんどうだろうもうあももうもうそろそろ追わないと降りる体勢になりそうですねはいここでクルハタを振ることにしました 黒旗を振って鳩の飛翔の応援です黒旗を出して振りましたら鳩の方は少し遠くのところをまた飛び始めていますいつもと変わらない感じですね黒旗を出すとまた勢いを盛り返して飛ぶ飛翔スピードも上げながら遠くの方へ飛んでいくということをしてくれていますこの黒旗の効果はいつまで続くんですかね そのうちハトがもう怖がらなくなって降りてきたりしてうんそういうこともあり得るんじゃないかなと思ってます公園の上をよく飛ぶので公園のドバトがたまについてきますねこのドバトが後ろくっついてくる時もハトは結構刺激を受けて元気に飛び回りますなんか後ろからついてこられたり自分たちの仲間と違う飛び方をすると びっくりして猛巾でも来たのかなーなんて思うような感じの飛び方をしてくれますまたドバトは降りちゃいましたねあとは順調に黒旗に反応して飛翔してます45分過ぎから出してますんで10分間55分頃までこの黒旗を出してハトの飛翔の応援をしたいと思います 7時15分になるところです。あとは急車の前の旋回に変わってます。もうそろそろ降りてくるんじゃないかなと思って眺めてます。今日はあまり長時間飛んでくれませんね。この調子だと長時間45分が精一杯かななんて思ってます。黒旗は10分間降ったんですけども、その後やはりま20分経つと勢いなくなっちゃいますね。 もう一回黒鳩を振ればいいんでしょうけどもそこはしないでじっと我慢ですあ一部降り始めましたねあ、降りてきたみんな降りてきましたねこれがうちの鳩の飛翔の実力かななんて思って見てます急車に降り始めた鳩たちですうちの鳩を利口さんですよねなんで自分で言っちゃだめですね急、えー、車の屋根の上に降りてきます 電線に止まったり、よそのうちの屋根に止まったり、そういうことをしないで旧車の上に降りてくるというのは本当にありがたいなと思います。よそのうちへ行かないように若端の時から訓練してたのが良かったんだと思いますけれども、こういうふうに降りてくると近所にもあまり迷惑をかけませんし、 降りてきた鳩の様子このカメラの範疇だとまあ変わらないですねどこそこが悪いとかいいとかっていうこともないみたいでまあ45分ぐらいの飛翔ちょっと短いんですけどもまあやむを得ないかなと思ってますその分餌の量は14グラムにしますよということで今日からもう朝晩ずっと14グラム 多分これからお腹が空いて餌をあげる時寄ってきて大変だなぁと思いながらもうちょっと鳥の体を軽くして300キロレースに向かって仕上げていきたいと思います次の300キロレース天気図見てましたら土曜日はなかなかいい感じの気圧配置になってきましたね昨日までは と気圧の間隔が広がったんで雲が出るのかななんてちょっと心配したんですけども今日の朝の気圧配置の予想を見ますと今週の土曜日の気圧配置なかなかいい感じの気圧配置になってきましたこれならば鳩の飛翔を妨げるような天候にはならないと思いますんでこの天候で帰って来れない鳩は鳩の能力かななんて 思ってますあまりにも帰りが悪いとがっかりするんですけどもまあ、そこそこ鳩が揃ってくれればいいなと思います今日は屋上の鳩の様子を見ながらこれでブログを終わりたいと思います本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました次回もお越しいただきたくよろしくお願いしますできればチャンネル登録の方もよろしくお願いしますありがとうございました